こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあることこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは運命の浮き沈みのサイクルが生まれる理由ということで、お送りしたいと思います。私たちの人生というのはですね、浮き沈みがあるというか、いい時もあれば悪い時もあるという感じで、こう上がったり下がったりというね、サイクルを刻んでいるような気がしますよね。で、よく占いなんかでも、いわゆる三命術という占いにおいては、例えば四柱推命とか、あるいは占星術とかね、大体生年月日とか、そういう、あるいは生まれた時間とか、そういうので、人間のね、こう運命サイクルがあって、上がったり下がったりというサイクル、いつぐらいには上がっていつぐらいには下がるみたいな、ね、ざっくりとそういう占いありますよね。で、ああいう占いの根拠になっているのが、我々の人生って、浮き沈みあるよねっていう、実感から来てるわけですよね。で、あの占いはですね、生年月日でいつ生まれたか、何時に生まれたかみたいなところ、あるいはその時に、星がどこにあったとかね、いうふうに解釈する場合は星占い、占星術になるし、別の論理で考える場合は四柱推命とか、いろんな方法があるわけですけども、ああいうサイクルって何で決まんの？誕生日で決まっちゃうんですか？というふうに思うかもしれませんけども、そもそも、サイクルというのはなぜ生まれるかというところをまず知らないと、どのようにサイクルが決まるのかっていうのはわからないですね。で、サイクルはなんでサイクルがあるかというと、本来はですね、人間は一人一人に霊波長と呼んでるんですね。いわゆる自分のサイクルを持っています。サイクルというか、質ですね、その人の。その人の持っているエネルギーというか、気というか、霊流というか、そういったものの性質があるわけですね。で、その性質があって、その性質通りに、フラットに生きていければ、一番ハッピーなんですね。浮き沈みがなく、順調にその人の、ありたいように生きていける。ところが、私たちの生きている世界というのは、私たち以外の様々な存在がありますよね。他人がいるし、他者があるし、様々な自分以外の様々な要素があると。で、そういったものにも、いわゆる霊波長みたいなものがあって、気とか霊流とかエネルギーとか、何と呼んでもいいんですけども、そういったものがあって、それぞれに性質が違うわけですね。で、そういうものが、時系列にこうね、時間をこう辿っていくと変化しているわけですよね。気の流れとか、霊流、エネルギーの流れっていうものは常に変化しているわけですね。で、変化している中に自分という存在の、霊波長を帯びた存在が生まれ落ちると、またそれによってまた変化が起こるんですけども、変化のある中に自分が生まれると、そうするとその変化の波にさらされるわけですよね。そうするとですね、自分の霊波長を基準に回ってた霊波動がですね、それに影響を受けて、自分の霊波動が上がってくるような気とかエネルギーとか霊を受ければ上がり調整になるし、それを下げてしまうような霊波動の干渉を受けると下がってしまうと、ね、いうことになるわけですね。つまり外界のいろんなサイクルがあって、それがうねうねこうダイナミックに動いていて、その干渉を常に受けるから浮いたり沈んだりするわけですね。つまり、占星術とか、あるいは四柱推命とか、そういった三命術で、なぜ、生まれた、ね、年とか月とか日とか時刻とかで、あるいは星の巡りで、見て、サイクルが決まるっていう風になってるかというと、そのタイミングでどういう気が動いてるかっていうのをある程度見立てて、その時期はこういう気の動きを概ねしてるだろうから、その気の干渉を受けると、その人はこう影響を受けるだろうみたいなものが、ベースにあって、じゃあこういうサイクルをたどるよねっていう風に決まるんですね。で、そう考えると、前提としては、その月、その日、その時間の気というものが、一切、変わることなく、
その通り気が流れているということが前提になれば、まあそういうサイクルを読み、ね、リーディングしていくことが、まあ、可能だと言えるんですけども、まあ実際のところなかなかね、三名術通りに自分のサイクルがいくかというとそんなことなくて、やっぱりいろんな干渉を常に受け合っているわけなんで、その前提すらも動いてしまうんですね。なので、必ずしもその三名術で出されたサイクル通りに運命がいかないということも多々あるわけですね。ただし、ベースとなる前提が動かないという大きなうねりっていうものを、まあ、意識したときに、まあそういうサイクルを生きがちですよということは言えるのかなと思います。で、まあつまりもう一回まとめると、要は自分というものがどういう外界からの霊流とか気とかエネルギーとかの波動の干渉を受けるかで決まると、サイクルが。ということが言えるわけですね。ってことは、まあ自分自身が今下がってるなと、なんとなくこう浮き沈みで言うと沈んでるなと感じるときに、まあどのようにしてったら、まあそのね、自分の霊波動を整えていけるのかっていうところになるんですけども、まあその方法としては一つ言えるのが、まあこういろんなエネルギーが、あるいは気が霊流がうごめいてると言いましたけども、まあそれの自分の波長に合ったもの、自分の波長を強化してくれるものを選別して積極的にそういうエネルギーに触れていくっていうことがいいんですけども、なかなかその自分の波長に合うもの何なのっていうのは難しいですよね。なのでざっくりとですね、こういうものを触れれば大概の人にとってはいいですよというものを紹介 していきたいと思うんですが、一つはですね、まあ、木ですね。木に触れるっていうのがよくて、その木って言ってもすごいいろんな巻き方があるんですけども、大枠にで言うと人工物の木と自然の木っていうのがあるんですね。自然の木っていうのはもう自然界にあるそのまんまの木のことです。人工物の木というのは人間人の加工が加わったものの木ですね。で、結論から言っちゃうと、ほとんど私たちに生きている世界ってもうほとんどが人工物の木になっていて、もう人間の手を加えないものの自然のそのままってね、まあほぼないんですよね。なのでなかなかこう自然の木に触れたくても触れられないっていう部分がありますと。なので、まあ、純粋な自然の木が集まっているものに触れるっていうのは難しいけども、なるべく自然に近いものに触れていこうと、人為からまあ遠い部分のものに触れていく、これが一つの方法ですね。本当の本音を言えば純粋な自然のものがいいんですけども、そういうものはもう多分地球上にはなくて宇宙に行くしかないですね。宇宙の木っていうのは大体自然の木ですよ、ある意味でね。でも地球上の木っていうのはもう大体人為が入っちゃってますので、なかなか難しいので、近いものを得ていこうということが一つ言えます。で、もう一つは、まあ、人為が加わっていたとしても、その人為の木というものがどういった類のものなのかっていうものを見ていく。つまり、例えばそうですね。何か物を作ったりするときも、人間の念とか気ってものがこもるんですけども、それがどういう思いで作られているものなのかっていうのがありますね。すごく真心を込めて、愛情を込めて作ったものと、もう売れればいいんだみたいな、金儲けできればいいんだみたいな、そういった、こう自分のことしか考えないエゴイスティックな気持ちで作ったもの。どちらがいい念が込められているかというと、やっぱり愛情や真心がこもっている方がいいわけですね。そういうもの、ね、そういう人為であっても、良い念とか、良い思いが込められているものを、まあ、こう気としてね、触れていく。そういう風にしていくと、まあ、結果的にね、まあ、人為的な気かもしれないけども、やっぱりその、込められている念がね、純度が高いと、非常にいい影響、自分にとってのレハードは良くなります、ということで、まあそういった選別をしていくという方法があります。で、もう一つ、レハードを整えて、浮き沈みの沈みを回避する方法としては、やっぱ一つ、まあまあずっとお話ししてますけども、瞑想をするっていうのも一つの手なんですね。瞑想していくとですね、レハードをとかを満たされてもですね、元に戻すっていう力が
力というか、まあそういう性質が強化されてきますので、やっぱ瞑想を常にしておくっていうのが、外界のこうダメージをこう回復しやすくしてくれるという部分があると思いますので、まあ瞑想というものを、まあやっていくと、ね、常日頃からやっておくということもいいかなと思います。まあそんなわけで今回はですね、運命の浮き沈みのサイクルが生まれる理由ということでお送りさせていただきました。今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてあります。よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。